もう常に基本姿勢が巻き肩になっていて、もうお腹が丸まっちゃってる状態ね。でも流星は、はい、ここまでいけちゃうんですよね。胸張って、これですよ。ここまでできる人は大胸筋めちゃくちゃ育つ。はい、こんにちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、コメント欄でもやっぱたくさんご要望のあったストレッチ動画というのをやっていきたいと思います。で、何のストレッチをやるかといったら、やっぱりそのベンチプレスというのは皆さん絶対やるべきなんですよね。ただベンチプレスというのはとても怪我のリスクが高い種目でもあります。なので効果というのがいまいち出づらかったり、あとは怪我につながってしまうので、だったらこのストレッチやって効果倍増させようよ、効果出していこうよというシリーズ、これをやっていきたいと思います。まずはやっぱりベンチプレスをやる際に、お客様で見受けられるのが胸が張れてない人っていうのが多いよね、はい、これめちゃくちゃいらっしゃいます。やっぱり小胸筋が硬かったり、胸椎が硬かったり、前鋸筋が硬かったり、まあそもそもね、この文明の発達でパソコンだったりスマートフォンだったり、もう丸々ようになってるんですね、人間はね。最終的には進化論のこの過程あるじゃないですか、ネアンデルタール人とか進化論、猿、お猿さんからね来てね、最終的にはもう人間多分アルマジロになる、ダンゴムシに戻っちゃうんじゃないかな、そんな気がしております。でもね、やっぱり人間本来あるべきの姿、本来の姿勢というのを取り戻さないとダメなんです。この間もね、彼女の兄貴のお兄さんの子供4歳です、ちょっと一回脱いでみーっつって着替えさせました。ちょっと袖が濡れちゃって着替えさせたんですけど、その時にもう胸が張って肩がストンと落ちてるんですよね。これがもう人間本来の姿勢なんですよ。その姿勢のまま育てば大胸筋っていうのは必ずでかくなる。で、流星はどっちかというとそういうタイプの人間なんですよね。もともともう胸椎がしっかり、胸が張れていて肩が落ちてるタイプの骨格をしてます。柔らかさをしてます。だから胸入るだろう、はい、入る、すごい入る、すごい入る、はい、その感覚欲しいな、くれあげますあげますっていうぐらい本当にね、彼はすごいのよ、その胸の張り方。ということで、やっぱりね、それができない人っていうのもいるので、そういった人たちはこのストレッチをやった方がいいという4種目、これをちょっと今日はやっていきたいと思います。それで胸が張れない状態ってどういうこと？でもそもそもそこがわからない、自分で気づいてない人いると思うので当てはめてみてください。私はどっちなのかな、タイプ A なのか、胸が張れてるのか張れてないのか、どちらかっていうのを今から確かめてください。まず胸が張れてない人っていうのは、もう常に基本姿勢が巻き肩になっていて、もうお腹が丸まっちゃってる状態ね、こういう状態、こういう人いらっしゃいます。肩甲骨がもう開ききってる状態で、肩が前に出て胸がくぼんでしまってる状態、要は肩より胸が中に入っちゃってる状態、この水平ラインで、これがやっぱり胸が張れてない人の特徴なんですよね。で、こういった方がいくらベンチちょっと寝てみて、寝てみて胸を張ってくださいと言っても、肩が前に出ちゃう、こういう状態になってしまうんです。この状態わかります？まあ流星ちょっと胸大胸筋が大きいんで大胸筋の方が出ちゃってますけど、でも肩甲骨が開いた状態で、肩がもう胸よりも前に出てきちゃってる状態、こういった状態、いくら胸を張ってくださいと言っても、肩甲骨寄せてくださいと言ってもそれができない人なんですよね。胸椎の伸展、胸椎も硬くて胸をこう突き上げる動きっていうのができない人っていうのを胸が張れない人って我々は言ってます。で、続いて胸が張れる人ってどういう人なのというと、まずもう肩が落ちている状態ですね。肩がもう下に落ちている状態で、胸が突き出てる状態、こういう状態の人のことを胸を張りやすい人、胸椎を伸展させやすい人の状態のことを言います。巻き肩じゃない人ですね。もう素晴らしいですよね、この肩の落ち具合と胸の張り具合、これが流星って結構デフォルトでしょ。そうですね、これが基本姿勢なんですよ。これができる人っていうのは胸椎も柔らかいし小胸筋も柔らかい、なので寝た時に、はい、じゃあ胸を張ってください、肩を落として
胸を突き上げることができるんですよね。これ分かります？このもう肩との胸のラインっていうか、もう胸がほぼ出ちゃってる状態、この状態、これがものすごい。てかリュウさんやっぱすごいわ。めちゃくちゃ分かりやすいですよね。これが胸が張れる人の姿勢なんですよ。ここまでできる人は大胸筋めちゃくちゃ育つ。で、僕ごめんなさい、ここまでできないんですよ。もうちょっとね、こんくらいの状態になってる。うん。でも流星は、はい、ここまでいけちゃうんですよね。この状態ってもういくらバーベル動かしてももう胸にしか効かない状態なんですよ。ここまで張れる人ってそうそういないから、これすごいわ流星。ありがとうございます。うん、ちょっとやってみ、動作、この動き下げて、でストレッチもやっぱ胸がこの位置にある状態から肘をちょっと下げるだけでもストレッチっていうのはかなりかかってくるわけですよね。胸が張れない人、はい、胸が張れない人がこの状態からこの位置からストレッチをかけるのと、胸張れる人、はい、胸が張れた状態で肘同じ高さだけど下げてる高さが、でもここまでストレッチができるわけですよ。こりゃでかくなるよね。ずるいぞお前じゃあこの流星みたいな胸の張り方をするためにはどうしたらいいか、まあここまで行くっていうのは結構難しいかもしれない。でも近づけなきゃいけないんです。じゃあどうするか、まずは胸椎の伸展のストレッチっていうのをやっていきましょう。まず胸椎ね、胸椎、胸の後ろ側にある背骨のことですね。ここをベンチのシートの際に当ててください。胸椎当たりましたね、はい、そしたら足はまあ膝の下にかかとが来るぐらいの関係性に持ってきてください。そこから上ベンチシート持ちます。でこれなるべく上が持てれば持てるほどいいですね。上の方を持てれば持てるほどいい。そこから骨盤をぐーっと下に下げていきます。そうです。そうすると胸椎の伸展、そして、前鋸筋伸びていきますよね。これで10秒止めてください。1、2、9、10、OK。 これを繰り返します。これを、基本的にはもう10秒からスタートしてもらって、15秒、20秒、25秒、30秒となるべく伸ばしていってください。で胸椎これ痛いなって、これ多分ね硬い人がいるとすごく痛いんですよ。あんまり無理しないでいいんですけど、痛みがなくなるまでこうじっくりと骨盤をこうぐーっと下げていければより胸椎の伸展が出てくるかなと思います。で本当にこれをやるだけでベンチプレスって胸の張り方めちゃくちゃ変わってくるんで、やっぱり大事、地味だけどここをスキップするかしないかめちゃくちゃ大事になりますので、ぜひやってみてください。もう一つは肩甲骨の動きがやっぱり悪い人っていうのは、まずそもそも肩を落として胸を張ることができないので、肩甲骨の動きをちょっと出しやすくしていきたいなと思います。ちょっとこのテンポにはね、フォームローラーがあるんですけども、これを使ってやっていきたいと思います。でフォームローラーがない場合はまあ基本ストレッチポールでやるといいでしょう。ストレッチポールを使ってやってください。でやり方としたら、まあこれ地面でもいいし、このベンチ台の上でも、ちょっとベンチ台の上の方が見やすくて分かりやすいのでベンチ台の上でやっちゃいますね。で肩甲骨を挟んでください。肩甲骨の間にこのフォームローラー、ストレッチポールを入れる感じになります。入ったね、はい、肩甲骨の間にポールを置いた状態で手を万歳します。万歳した状態で肩甲骨を外転まずさせていきます。そうです、ぐっと外転させてから今度は肩甲骨で、ポールを挟むように内転してください。そうです。で外転、内転、肩甲骨の外転、内転、外転、内転、外転、 OK。 これを繰り返して行ってください。これも基本的にはまあ10回を3セット行えるとより良いかと思います。そしてもう一つがちょっと床磨きという種目になるんですけども、これも肩甲骨の、柔軟性を出す非常にいい種目になります。この状態で、まあ、床なら床を触っていただいて、このベンチでやってる場合は、まあ、なるべく下の方に
手を持ってきてもらって、そこで床をこうぐーっと磨いてください。キュッ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 、もっとこう回すように、リュースこうギュッキュッ、そうそうそう、そしたら逆回り、キュッ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 、オッケー。これも時計回り、反時計回りを10回ずつ行ってください。この動作ね、いいよね。これが肩甲骨の可動域を出す、柔軟性を出す、ストレッチポールまたはフォームローラーを使った、種目になります。そして、次に壁を使った小胸筋のストレッチっていうのをやっていきましょう。で、今度は小胸筋をぐーっと伸ばしていきたいので、この、まあ、壁だったり、まあ、スミスマシンでもいいし、まあ、こういった一直線の場所を見つけていただいて、肘と手のラインをくっつけてください。そこから体を前に倒していきます。そうすると小胸筋伸びていきますよね。で、これ体硬い人、まあちょっと巻き肩の人が無理にやろうとすると怪我につながるリスクもあるので、まずはちょっと痛くない範囲の体の突き出しから行ってみてください。これも交互で15秒を3セットずつできるとより良いかと思います。はい、そしたらラストが、ダンベルプルオーバーをやっていきます。で、ダンベルプルオーバーはこれもう初心者さんも全員やってください。まあもうトレーニング始める前に全員やってください。それではやっていきましょう。はい、そしたら胸の裏側の背骨をこの際につけてください。ベンチ台の際につけます。そしたらダンベルをこういった状態で持ってください。そこから先ほどと同じように膝の下にかかとが来るようなイメージで、ダンベルを下ろした時に同時に骨盤を下げていく。ぐーっと下げると重りも加わって、先ほどの、胸椎のストレッチの種目よりもさらにストレッチがかかっていきます。そこから今度は脇を締めながら胸を収縮していくイメージ、胸の下部を収縮していくイメージ。その時に骨盤一緒に上げちゃって、骨盤も一緒に上げながら収縮をしていくイメージ。そうです。で、もう一度重りを後ろに遠くに飛ばしながら骨盤を下げていくイメージ。はい、で、こっちを収縮。そうです、そうです、そうです。脇を締めることで収縮ですよね。で、ストレッチするときは気持ち脇を開いてください。そして骨盤も同時に下げていきます。そこから脇を締めながら収縮していくイメージ。そうです。で、この収縮するときに頭はもう上向いちゃってください。下げた状態でグッと起き上がらないでください。もう下げた状態のまんまグッと収縮してきてください。首の動きは下げると同時に首を下げる。このダンベルを収縮させると同時にもう頭下に下げちゃうイメージ。そっちの方がね、胸のこの下部の収縮っていうのが分かりやすいんです。で、これ別にストレッチ種目なので収縮はそんなに意識できなくてもいいんですけど、このダンベルプルオーバーの胸の種目って僕めちゃくちゃ大事だと思ってます。これはちょっとまたこれはこれで取らせてください。今僕取り入れてます。で、めちゃくちゃこの胸の動きが良くなるので、これはとても大事。収縮の動きも今からできるといいですよね。そこからもう一度ストレッチ、ダンベルを遠くに飛ばしていく。その時の同時に骨盤を下げていく。で、もう一度収縮。そう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 、首を下げるとより収縮感が分かるはず。はい、もう一回遠くにで骨盤下げる。で、OK です。で、この種目もやっぱりね、体硬い人、肩関節硬い人だったりっていうのは、あまり下ろしすぎると、ダンベルを下ろしすぎると、やっぱり肩関節の怪我につながる可能性もあるので、まずは無理のない、伸びてる範囲で行ってください。だからこっちはそこまで下げすぎないでいいですよ。下げすぎないでいいので、骨盤だけは下げる意識をまずは持つ感じでやってみてください。これも10回を3セット。行ってみてください。ただね、本当にね、パワーリフターの人とかっていうのはこういった多分ストレッチを行ってから、ベンチプレスの、種目に入ってると思います。で、やっぱりこれをおろそかにすれば大胸筋っていうのは育たないです。正直僕が今までそうでした。で、やっぱりこの胸が張れないから
胸の筋活動率を大きくすることはできないわけですよね。なのでやっぱり大胸筋筋活動率を大きくするためには胸を張りやすくするストレッチ種目っていうのをやっぱりどん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 積極的に取り入れていくべきだなと私は常日頃から今も特に感じております。なので皆さんも大胸筋大きくしたいならこの4種目を必ず行ってからベンチプレス、ダンベルプレスの種目に入ってください。はい、で今のそのプルオーバーの、重さに関してなんですけども、やっぱ唯一あのダンベル使う重りを使う種目になりますので、これはまずはそんなに重い重量でやらないでください。1キロからスタートしてください。でやっぱり怪我のリスクも出てきちゃうので、まずはまあそんなに下げすぎないで骨盤を下げることを優先してやってきてください。それができるようになってから徐々に重さを上げていくと、より胸椎の伸展ストレッチができるかなと思います。はい、そしたら、ベンチプレスを効率的に行うためのストレッチ種目4選をやっていきました。やっぱりねこの流星のこの胸の張り、ちょっと見せてもう一回最後に、もう出しちゃおう、おっぱい胸張って、これですよ。もうこれができる時点でもう胸はストレッチかかっちゃってるんだよね。すごいな。でもこの低支部にもう大胸筋の盛り上がりすごい集まってる、すごいね。この胸の張り方ができれば大胸筋っていうのはやっぱりここまで育てることができるわけですよね。なのでやっぱり先ほどのこの4種目をしっかり行って、皆さんもベンチプレスだったり、大胸筋の種目を始めてみてください。それでは本日もこの動画が少しでもいいなと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録、コメントのほどよろしくお願いします。そして、すごいいいじゃんと思った方口コミもお願いします。口コミで結構増えてきてます。めちゃくちゃ大事なんですね。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。